北朝鮮が先ほど日本海に向けて短距離の飛翔体5発を発射しました韓国国防省によりますと午後3時19分から4時5分の間に北朝鮮東部のハムフン南側一帯から日本海に向けて短距離の飛翔体が5発発射されました飛行距離はおよそ200キロだということですで韓国軍は 発射された飛翔体の詳細を分析するとともに追加の発射もあるとみて警戒しています。